休憩前に引き続き会を開催いたします。日程第2議案第43号長崎県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっています議案第43号は会議則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第43号は委員会付託を省略することに決定いたしました。これから議案第43号の討論を行います。反対賛成いずれでも結構です。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから日程第2議案第43号長崎県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決いたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。次に日程第3議案第44号平成28年度長与町一般会計補正予算第3号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。はい、吉岡議員。はい、では、補正予算について、質問いたします。説明書の27ページ26、27ありますけれども、農業振興費の中の工事費用費、1400万ありますね。これについては、平子場の、改善センターの建物じゃないかと思うわけですけれども、これについての、歴史的なものとか背景、あるいは、今までの成果ですね、立派な農産物の、確保をしてきたと思うわけですけれども。それと行政で支払う、この、費用としての、位置づけといいますか、それについてちょっとお尋ねをいたします。中島産業振興課長。はい、お答えをいたします。ご指摘のように旧加工所でございます、峰湖にございます加工所でございます。できたのがですね、昭和56年で、築35年というような長い歴史がございます。当初は農村の生活環境改善ということで、農村の女性のですね加工所としまして、その、味噌とか、漬物とかそういうことで、女性を活躍の場といいますか、二次所得というようなことも含めましてですね、建築をされております。そして成果といいますか、昭和60年代だったと思っておりますけれども、イチジクジャムというのを開発をさせていただきまして、当時県知事賞も受賞したような流れになっております。で、数々の商品をですね開発をしていただきまして、特に味噌は現在も小中学校の給食でも使用していただいているような状況でございます。そして、ご存知のように昨年度、岡郷にございます満天横直売所満天横に新築を移転させていただきました。あと1点は何だどうだったですかね。すいません。これは峰郷の解体費用にですね、1400万ということで、ここはご存じのように、
借地でございました。で、地権者の方もいらっしゃいましてですね、そういう更地にして、お返しをするということで、こういう金額を計上させていただいているところです。以上です。他に質疑はありませんか。はい、河野議員。私もちょっと同じところでお伺いします。まずはそしたらそのこの解体の、建物の大きさですねがどういうものなのかですね。おそらくあのプレハブだったというふうに思うんですけども、その、まあ、使われている素材ですね、そういう部分と、まあ、地権者がおられるということで、まあ、その土地をさら違う活用をしようと考えてられるのか、その辺がよくわからないんですけども、まあ、その辺も含めて、まあ、1400万の負担ですからね、他に違う形での再利用というのが考えられなかったものなのかですね、その辺も含めて、お伺いしたいと思います。高島産業振興課長。作りはですね、鉄骨平屋作りでございまして、全体、2棟建っております。合計で313平米という建築がございまして、坪にしますと 94.7 坪となっております。それから、まあ、地権者の方とのお話ですけれども、まあ、あと利用のことも含めましてですけれども、まあ、あのやはりあの築も35年ということで、なっておりまして、そういう交渉をしていく中で、そういうの残しましょうかとかそういうお話もしたところでございますけれども、当然その借地をしてきたわけでございまして、もうあの加工所というのは目的を終えて一応終えております。ですからとにかく地権者の方にお返しをするということになってきたわけですけれども、そこでのお話の中でやはりあの地権者の方がもう、解体をしてくださいというようなことでございましたので、こういう経緯になったところでございます。ですから再利用という形にはそういう検討は させていただいておりません。以上です。菅野議員。はい、まあ、そしたら、もともとこの建物自体は町の建物だったのかですね、そこら辺をもう一度確認してさせていただきたいのと、まああのまあ、鉄骨なら築35年、まあ、確かに30年以上経ってますけども、鉄骨ならまだまだこう利用価値があるのかなというふうなちょっと思いもするんですが、なかなかこのそうですね、地権者もいるということで、そこのやっぱり協議があの、まあ、加工所にはですね、まあ、違うところがあるということで違う形での利用というのが本当にできなかったのかですね、その辺、まあまあ、協議された中身なんかが分かればですね、改めて教えていただきたいというふうに思います。質問が3回までなので、違うところでも7ページでの、ところでも質問させていただきます。13巻の4項の、まあ、土木費国補助の中で、道路橋橋寿命化安全確保補助金ですね、まあ、これちょっといろいろ見てみますと、まあ、28年度までの補助事業のような感じを受けております。それで、まあ、今年度、まあ、28年度の、まあ、9月の補正ということで、まあ、引き続きこうした補助が受けられるのかどうかちょっとわからないんで、まあ、この補助で、まあ、町が予定しているそのこの長寿命化のですね事業がどこまで、進むのかですね、まあ、だいたい予定したところが、まあ、この補助金で、まあ、だいたい終わるというふうな目安なのか、まだ残された部分があるものなのかですね、まあ、残された部分があるならばどういう対応をされていくのか、以上お伺いしたいと思います。
中島産業振興課長。農産物加工施設ですね、旧のことですけれども、当時この建物はですね、国事業で建てておりまして、昔構造改善事業というのがございましたけれども、そういう事業を活用させていただいて、作っております。ですから当然建物はですね、町の建物ということで、現在まで管理をさせていただいたところです。で、そうですね、再利用の話が出ておりますけれども、そうですね、その耐用年数のところもですね、多分もう当時過ぎて、30、ちょっとはっきりとは、記憶しておりませんけれども、耐用年数としては過ぎているということで確認をしているところなんですけれども、地権者の方とのですね、お話の中では、その町の方もですね、継続して利用しますと、当然借地料というのが毎年お支払いをしてきたわけです。これをずっと持っておきましても、また借地料がかさんでくるということで、毎年お支払いをせんといかんという形でございます。でもすでにその新しい加工所ができて、もう供用も開始しているということでございますので、早期に解体をしまして、地権者の方にお返ししたいということで、こういうことになっております。以上です。稲子土木管理課長。はい、7ページの道路橋梁費補助金、これについてお答えをさせていただきます。道路橋長事務課による安全性の確保補助金につきましてはですね、今後も整備計画等々見直しましてですね、今後も長期的にさせていただきたいというふうに考えております。現在、今年度は本勝橋の方をですね、橋梁の方の修繕等々を行いたいというふうに考えております。以上です。他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第44号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第44号は会議則第46条第1項の規定によりまして、9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第44号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第4議案第45号、平成28年度長与町駐車場事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第45号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第45号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第45号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第5議案第46号、平成28年度長与町国民健康保険特別会計補正予算第3号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。引き継ぎ議員。説明書の6、7ページを、11巻3項6目、歳入欠陥補填収入に見られない、項目でありますけれども、この件でお尋ねをいたします。今年の第2回の定例会で、国交会計の補正予算第1号で、前年度繰り上げ重要金9317万円が計上されたわけでありますけれども、今回の補正は、この繰り上げ重要金
に戻し入れをすると、203万3000円戻し入れをするというふうに理解をしておりますけれども、この6ページの、ありますように、まだ、残が9113万7000円残っておる。で、これの、繰り上げ受領した分の清算、どういう形でやっていくのか、それから、この清算が、戻し入れが完了するのが、大体いつぐらいになるのか、これについて見解を、お尋ねいたします。志田健康保険課長。引き継ぎ員さんの、ご質問にお答えします。平成27年度長与町国民健康保険特別会計で1億666万9299円の財源不足となり、その際の原因として、税収の減少、交付金等の見込み額と実際の額の差、保険料給付の伸びをですね、原因として挙げさせてもらっておりました。以上のことを踏まえですね、今年度の現在の、取り組み状況についてまずご説明をしたいと思います。今年度の収納状況ですが、平成27年7月、28年7月を比較するとですね、現年、滞納ともに収入率は向上しており、今年度の年間収入をですね、昨年度より5793万円の増と見込んでおります。次に保険給付金ですが、平成27年7月、28年7月を比較するとですね、4.1% 減少しており、年間の保険給付額を29億7998万円と見込んでですね、27年度決算の31億329万より1億2300万円ほど減少します。これに伴いですね、平成28年度の国などの交付金も減額される予定になりますが、収入も減る、減額される予定になります。それを差し引いてもですね、支出が約6000万円ほどは減るんじゃないかというふうに見込んでおります。次に国等の交付金の返還金なんですけれども、この返還金がですね、例年4000万ほどいつもあっておりました。今年度はですね、昨年度や医療費の伸びとかがありましてですね、返還金がなく、逆に追加交付ということで790万円交付していただいております。それを考えるとですね、27年度に比べ実質5500万円ほどのですね、支出減少になると思っております。今までの額の述べました額を合計しますと1億7290万円ほどの増額を見込んでおります。一応1億7000万ほどの増額と見込んでいるんですけども、昨年のようにですね、年度後半から医療費が急激に伸びるとですね、また厳しい状況になるかというふうに考えております。この医療費というのは本当になってみないとですね、わからないという部分が多々あります。特に冬場インフルエンザの流行等とかですね、そういうのが突発的に起こりますと非常に厳しい状況になります。その他ですね、あと町ができる対策としてですね、保険者努力支援制度の交付対象になるようにですね、現在特定健診特定保険指導の実施率向上に向けてですね、町一丸となって今取り組んでおります。引き継ぎ員のご質問の時期についてですね、いつまでに返済できるかという具体的お答えはできない状況ですけれども、引き続きですね、収納推進課と連携し、収納強化を図るとともに、特定健診の受診率を上げ、疾病の早期発見、早期治療を行い、保険給付の伸びを鈍化させるように努めていきたいと考えております。以上です。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第46号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。
ただいま産業構成常任会に付託しました議案第46号は、会議則第46条第1項の規定によって、9月23日までに審査を終了するよう、期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第46号は、9月23日までに審査を終了するよう、期限をつけることに決定いたしました。次に、日程第6、議案第47号、平成28年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第47号は産業構成常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第47号は、会議則第46条第1項の規定によって、9月23日までに審査を終了するよう、期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第47号は、9月23日までに審査を終了するよう、期限をつけることに決定いたしました。次に、日程第7、議案第48号、平成28年度長与町介護保険特別会計補正予算第1号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第48号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第48号は、会議則第46条第1項の規定によって、9月23日までに審査を終了するよう、期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第48号は、9月23日までに審査を終了するよう、期限をつけることに決定いたしました。次に、日程第8、議案第49号、平成28年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算第2号を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第49号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第49号は、会議則第46条第1項の規定によって、9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第49号は、9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に、日程第9、議案第50号、平成27年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。菅野議員。はい。それではですね、私は決算書の中で見ると、72、73の付加徴収費のところで、お伺いしたいというふうに思います。詳しくは、主要な成果のに関する報告書の24ページの収納推進対策事業のところでですね、この中の後半の説明部分、下段のですね、説明部分で、滞納者に対し、給与、不動産、預金、預貯金等の差し押さえを132件、債権額に対し、367万746円の収入が得られたということで、なっております。それで、132件の差し押さえの、内訳ですね、預貯金が何件なのかで、に伴う金額。給料が何件で、それに伴う金額と不動産の件数と金額
を教えていただきたいと。それと合わせてですね、先ほどちょっと国保会計のところでも説明がありまして、国保の滞納分も、差し押さえについては収納推進課の方で収納されているということで、より、その国保の内訳ですね、ここの中に国保税の部分が入っているのかですね、入っていればその分も教えていただきたいというふうに思います。宮崎収納推進課長。今のご質問に対して、ご説明させていただきます。まず132件の差し押さえ、これは差し押さえ人員数という形になっております。それで、人員数につきましては、給与につきましては14名の方、それで不動産につきましては7名の方、あと国税還付金を差し押さえさせていただきました方が9名、あと年金の差し押さえにつきましては5名、動産の差し押さえを1名、家賃の差し押さえを1名、あと交付要求等による差し押さえが9名、預貯金につきましては88名の方の差し押さえをさせていただいております。この合計金額が367万746円の収入が得られておりますが、今のそれぞれのですね、すいませんが金額については合計で捉えておりましたので、ここにちょっと情報的に持っておりませんので、そういう回答をさせていただきたいと思います。また先ほどお話がありました国民健康保険税につきましては、我々の方で差し押さえする分と原価健康保険課の方でですね、差し押さえする分がございまして、当然今お話しした中にですね、国民健康保険税の我々が対応した分もその中に含まれている分はございます。それにつきましては金額的には全体で60万程度がその中に含まれておりますが、それとは別に健康保険課の方でですね、独自に差し押さえ等をするというふうになっておりますので、収納推進対策事業の中で述べさせてもらったものにつきましては、収納推進課が対応させていただきました分になっております。以上でございます。菅野議員。はい、そうであれば、ここのところでもお伺いしますけれども、それとこの収納推進課で国保税の滞納の件数ですね、この60万に対しての件数を教えていただきたい。で、その区別ですね、どの、給与だとか不動産、預貯金に該当するのか、分かれば教えていただきたいと思います。宮崎収納推進課長。お答えさせていただきます。先ほど全体的な差し押さえにつきました人数でお答えさせていただいておるんですが、今手持ちの資料によりますとですね、国民健康保険に関しましては件数でちょっと述べさせていただきます。件数につきましては27年度は26件、差し押さえをさせていただいている状況でございます。以上でございます。失礼いたしました。内訳でございますが、預貯金が2件、給与が5件、国税の還付金が2件、年金につきましては5件、家賃につきましては12件、先ほど言いましたようにこれ件数になっておりますので、人員数とはちょっと増加傾向にございますが、了承いただきたいと思います。以上です。他に、他に質疑ありませんか。吉岡議員。じゃあ1点だけ、決算書の説明書22、23ページの中で、この土木使用料の中の2節、都市計画使用料の中で、テニス広場使用料がありますけれども、総利用者数でどれだけあったのか分かれば、よろしくお願いいたします。それと下の方の教育6の教育の中での社会3節の社会教育使用料文化施設がありますけれども、これはたくさんあると思いますので、後でよかったら表でもいただいてお願いしたいと思います。まずはテニスの広場の総利用数だけですね、利用者数だけよろしくお願いいたします。
帯田教育次長。テニス広場の使用料でございますが、平成27年度で、人数的に申しますと2万5664名の方が利用されまして、2万5664名の方がご利用いただきました。収入といたしまして失礼しました。27年度で、513万6460円が収入という形になっております。他に質疑ありませんか。浦川議員。1番あのですね、25ページの市の収集定数料、748万2380円ですかね、備考の欄に記載がされておりますけれども、これにかかる世帯といいますか、個数といいますかですね、当然仮設トイレ等の手数料も含まれているとは思いますけれども、そこを除いたですね、世帯数について教えていただきたいと思います。栗山住民環境課長。お答えいたします。27年度中に組み取りをした世帯数ですが、仮設トイレ等を除きまして200件でございます。以上です。浦川議員。それでは支出の方でですね、117ページで資料処理費として支出済額で4270万6530円記載がされておりますけれども、単純にここの財源内訳とすれば、先ほどのその手数料と、あとこの差額、約3500万程度になるんですが、この差額については、一般財源で単独費ということで理解をしてよろしいんでしょうか。古山住民環境課長。はい、そのようにご理解していただいて結構です。以上です。他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第50号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第50号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第50号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第10議案第51号、平成27年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第51号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第51号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第51号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
次に日程第11、議案第52号、平成27年度、長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。菊津議員。はい。決算書の何ページということじゃなくて、この1億700万近くの、赤字になったということであります。で、私も先ほども若干これに触れられたと思いますけれども、27年の第4回定例会、12月の議会で、国保税が引き上げがなされたわけでありますけれども、その会の委員会審査の、会議録をちょっと見ておりましたところ、こういうことが書いてあります。27年度においては、一部の制度の改正が行われ、収入増が見込まれたことにより、現行税率での収支の見通しが立ったので、税率改定は見送ったということが、12月のこの委員会審査の段階で答弁がなされております。にもかかわらず、決算は1億700万ばかりの赤字、12月議会から残り、第4四半期3ヶ月間の間で、1億700万の赤字になったと、相当な理由がいろいろ複合的な要因があったろうと思いますけれども、まず、これについてですね、どういう要因があったのか等について、お聞きをしたいと思います。志田健康保険課長。それでは菊津議員さんの質問にお答えいたします。まず収支の不足の主な原因としてですね、歳出面なんですけども、保険給付費の伸びということで、先ほども少しお話しさせていただきましたけども、平成26年度は、30億5066万、3000円、かかっております。で、平成27年度は31億329万3000円かかっておりまして、約、5263万円の増加があっております。ただし、この増加の部分でですね、3月から11月までのですね、月平均の給付費というのは2億3991万円だったんですけども、11月から2月まで後半ですね、月平均がですね、2億5577万円ということで、1ヶ月に直すとですね、1580万円のですね、増加があっております。で、この辺りでですね、後半に大きく伸びたということで、6350万円後半に伸びております。で、一方ですね、この給付費に対してですね、療養給付費負担金等のですね、国庫負担が措置されておりますが、算定の対象月がですね、3月から11月までということになっております。で、それを考えると、うちの方の先ほど言いました前半期はですね、そんなに大きな伸びはなかったと、この対象月外の後半期にですね、大きな伸びがあっておりますので、この、療養給付費負担金等のですね、国庫が反映されなかったというところも大きく関係しております。あと、収入面なんですけれども、交付金等のですね、見込み額と実際額の差ということで、県の調整交付金のですね、見込み額をですね、当初1億9638万8000円を見込んでおりました。実際ですね、交付額はですね、1億7321万3000円ということで、3477万5000円の差があっております。それと、あと療養給付費 の交付金ということで、見込みをですね、1億7201万2000円してたんですけども、交付決定額はですね、1億5381万7000円ということで、1819万5000円の差があっております。
12月の段階でですね、この調整交付金等がですね、見込めなかったというのはそれなりに理由がありましてですね、この調整交付金は県内の21市町村の方からの状況を勘案してですね、そしてその3月に交付されてます。ですから12月にですね、各市町村の状況がですね、出てないためにはっきりした額が確定できなかったというのがあっていましたので、ここら辺の見込み違いというのがやはり出てきてしまったというのは否めないところかと思っております。木々津議員がおっしゃるようにですね、12月の議会委員会の中でやはり見込みがっていうところもあったというのは事実かと思いますが、今後はですね、そういうところも踏まえて県ともっと連絡調整を密にしていくということと、早い段階からもう少し細かくですね、精査をしていきたいというふうに考えております。以上です。引き続き、この件は、どうせ所管の方でも、審査をされますので、これで、終わりたいと思います。もう一点が、この28年、29年度は国交税の、改正がなされまして、一定見込みが立ったということもあるかもしれませんけれども、いずれにしても国交会計というのは非常に厳しい、状況にあるということは、これはもう事実だろうと思います。そこで27年度のこの決算を見てみますと、関西の報告でもありましたけれども、収入未済額が約2億2200万、26年度比で300万減少した、一定の効果があったというふうに読み解くことはできるわけですけれども、負の決算を見ると、700万円が1400万、負の欠損としても処理をしている、倍増をしているということになります。その2億2200万と1400万を足しますと、昨年の、収入未済額の合計よりもですね、上がっとると、そういうことが、そういう勘定ができるわけですね。したがって、収納推進専門員というのを、専門の方を採用されて、その効果はおそらく28年度、29年度、これから出てくるというふうに理解はしておりますけれども、やはりこれはもう、2億台でずっと来ております。おそらくこの1400万、今年負の欠損したので、これからはもう安泰ですよというわけにはいかないと思います。そこでですね、この所管課挙げて、やはり収納推進対策を講じることが必要であろうかと思います。それと、その27年12月の委員会審査の中でも、この国交税の未申告の世帯が228世帯もあると。これがちゃんと申告をしていただければ、7割減とか5割減とか、こういったことになる可能性が高いと、そうなると収入未済額も当然減ってくるわけですので、そういった未申告世帯への対応もですね、しっかりとやった上でトータルとしてそのこの収入未済額をいかに減らすかということについてですね、努力をやっぱりしてもらうと、保険料を上げるときにこの収入未済額を回収すればいいじゃないかという論法もあったというふうに記憶しておりますけれども、やはり私はそこら辺について収納推進専門員の知恵を借りながら、徹底したやっぱりこの滞納対策というのを取っていただきたいと思います。これについてどういうふうに考えておられるのか、この2点です。未申告世帯、それから収納推進対策、これについてお尋ねをいたします。志田健康保険課長。
まず初めに滞納対策ですが、平成27年度から就農推進専門委員を雇用しですね、就農強化に努めてきました。27年度のですね、方針として、専門員の指導のもとですね、滞納者との交渉機会を増やし、生活改善型の納付交渉に力を入れてきました。その結果ですね、分納契約数も前年度より100件以上の増加となっております。あとですね、収入の聞き取りを行いですね、その上で納付状況の改善が認められない懸案に関しては、徹底的にですね、財産や収入の調査を行いました。で、厳正にですね、調査を行った上で、地方税法第15条、18条にのっとり、無資産、生活困窮、所在不明等の理由により、今以上の徴収が不可能と判断したものをですね、次年度に繰り越さないために不納欠損処分というふうにしております。不納欠損はですね、滞納縮小のためにも徴収と同等に積極的に取り組むべき業務であり、就農推進を中心に27年度は特に力を入れて取り組みました。1441万という大きな不納欠損になりましたが、年々増加し続けていた収入未済額を数年ぶりにですね、300万円減少させたというところはあるかと思っております。今後もですね、就農推進専門員さんは就農推進課の方に席を置いていただき、活動をしてもらっておりますが、健康保険課も一緒になってですね、就農の強化に努めていきたいと考えております。次に未申告者のですね、対策ということですが、27年度末の未申告者の世帯はですね、6月の当初不可の時点ではですね、約230世帯でした。その後ですね、転入者が1月1日に住んでいる市町村への所得照会とか、あと郵送によって本人への申告の依頼で、その他にですね、窓口に手続きに来られた方でですね、未申告であった場合は直接提出依頼を行い、最終的にですね、現在94世帯まで減っております。まだこの94世帯の方が未申告の状況ですので、今後も引き続きですね、税務課と連携してですね、未申告対策等に努めていきたいと考えております。以上です。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第52号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成委員会に付託しました議案第52号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第52号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第12議案第53号平成27年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第53号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第53号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第53号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第13議案第54号平成27年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
ただいま議題となっています議案第54号は産業構成常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第54号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第54号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第14議案第55号平成27年度長崎都市計画事業長与町 土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてお議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第55号は産業構成常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第55号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第55号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第10号議案第56号平成27年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定についてお議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第56号は産業構成常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第56号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第56号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第16議案第57号平成27年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定についてお議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか、はい、金子議員、はい、1点お聞きします。決算補足書類のですね14ページに年間の 総処理水量についてお伺いしますが、まあ、処理水量については不明数がここ数年ですね100万トンを超えていたということで、それが大幅に減少していますが、その原因は決算意見書を見ますと、その処理場内変流水 そのダブルカウントということで記載されていますけれども、まあ、ちょっとこれだけではわからないので よければ詳細な説明を求めたいと思います。浜下水道課長。はい、金子議員の、ご質問にお答えいたします。変流水ということで、初めて出てくる言葉だと思われますが、処理場の、処理をする過程の中で、最初に、流入するところの、処置がありまして、で次のところに行くところに、沈殿地に行くところの間に流量計を現在設置しております。それで処理をする過程の中で水と汚泥と分かれる工程がずっとありまして、汚泥を絞る際に出てくる水が流量計の手前に戻ってくるということが判明いたしまして、それが場内で待っていると、最初の沈殿地の方に水が戻ってくるということで、数年前よりちょっと判明いたしまして、ずっと、検討しておりました。それが、27年度の段階で数量が確定することができましたので、27年の決算より、その分を差し引いた形で、計上するようにした結果、その数量が、控除されたという形で、正確な数字が出せたと
ということになっております。以上です。他に質疑がありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第57号は産業構成、常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第57号は会議則第46条第1項の規定によって9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第57号は9月23日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第17議案第58号人権擁護委員の推薦についてお議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっています議案第58号は会議則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第58号は委員会付託を省略することに決定しました。これから議案第58号の討論を行います。反対賛成いずれでも結構です。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから日程第17議案第58号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。本案は原案の通り適任とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は原案の通り適任とされました。次に日程第18議案第59号人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっています議案第59号は会議則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第59号は委員会付託を省略することに決定いたしました。これから議案第59号の討論を行います。反対賛成いずれでも結構です。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから日程第18議案第59号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。本案は原案の通り適任とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は原案の通り適任とされました。次に日程第19発議第2号名古屋町議会議員報酬に関する調査特別委員会設置についての決議を議題といたします。職員に議案を朗読させます。中山議会事務局長。はい、議案を朗読いたします。発議第2号名古屋町議会議員報酬に関する調査特別委員会設置についての決議。上記の議案を別紙の通り会議規則第14条第3項の規定により提出します。平成28年9月9日提出者議会運営委員会委員長相場敦子。長与町議会議員報酬に関する調査特別委員会設置についての決議。本議会に下記の通り特別委員会を設置するものとする。1名称長与町議会議員報酬に関する調査特別委員会。2目的議員報酬等に関すること。3委員定数15人。4期間本調査が終了するまでとし閉会中も継続して調査することができる。平成28年9月9日長与町議会。以上です。お分かりします。本案については提案理由の説明質疑委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって発議第2号は提案理由の説明質疑委員会付託を省略することに決定いたしました。これから発議第2号の討論を行います。反対賛成いずれでも結構です。討論はありませんか。
討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから日程第19、初位第2号長与町議会議員報酬に関する調査特別委員会設置についての決議を採決いたします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は原案の通り可決されました。お諮りします。ただいま設置されました特別委員会の委員選任については、委員会条例第7条第4項の規定により、浦川圭一議員、中村美穂議員、阿部美也子議員、相葉敦子議員、安藤克彦議員、わけべ和弘議員、西岡克幸議員、岩永正則議員、菊津秀夫議員、山口健一郎議員、堤佐々議員、河野達次議員、吉岡清彦議員、竹中悟議員、以上15名の方を指名したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってただいま、失礼いたしました、金子議員、金子恵議員を指名したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってただいま指名された方を長与町議会議員報酬に関する調査特別委員に選任することに決定いたしました。これから委員会条例第8条第1項第2号第9条第1項第2号の規定により、長与町議会議員報酬に関する調査特別委員会において委員長副委員長のご選をお願いします。場内の時計で12時まで休憩いたします。